もういい。見えてるよ。どう？見えてる。どう？これでいい。めっちゃ見えてるよ。どうしたの？すごい。全然綺麗。やった。これでいいっていうか、こうし、これがいいよ。もはや。いやこれ。もうこれ以外はないわ。これじゃない。ああ、30秒超えました。やった。世界新記録です。世界新記録。ついに我々が やりきりましたね。やりきりましたね。ついに我々が今30秒の壁を越えてですね、皆さんに今新記録をお届けしておりますよ。新記録を更新しましたね。夢の1分台もこれ本当夢じゃないんじゃない？これ夢じゃないねこれね。あれ。行く1分おめでとうおめでとうおめでとうすごいじゃない新記録さすがライブ4時間になってるからもうこれはすごい、ね、いやこれやったよすいませんお待たせして皆さんいや申し訳ないみんな申し訳なかった他のメンバーの声ちっちゃいどうかな他のメンバーの声どう？自己紹介するか聞ける？聞こえてないの？あ、全然聞こえてる？あ、よかった。もう全然聞こえとんねん。もうずっと。もうこの30分ぐらいずっと声だけは聞こえてるんですよね。いやもう。いることは分かってたんですね、皆さん、ね。大変だね。改めまして、デュエルジェルです。やったぜ。ジョーです。いやー、まずいね、これは。ちょっとね、声、音遠いですか、皆さん。ちょっと小さいかな。小さかったりもする？これね、でもね、PC の音量今マックスなんだよ。マックスなんだ。だから、あなたたちがちょっと頑張って声張ってくれれば。そうだね。あとみんなんちにね綿棒でもあれば耳をちょっとやってもらってそうだねかっぽじって聞いてもらうっていう、うん、いそうだねなつき、なつきもいるよねいるよほらなつきくんはってみんななつきくんはってやるよしてよかったこまままあすごいあ聞こえてるわよかったよかったいやよかったねよかったよ。もう一時はどうなることかと思ったよ。これもう本当だよね。本当だね。もう謎に全然つぶやかなかった公式ツイッターがもう40件ぐらい火が吹いてるから今ツイートの火が吹いてるから。これは200人ぐらい減ったんじゃないの？50人やば。これは200人ぐらい減ったんじゃないのかな？これはちょっとね迷惑かけましたね。いやーやったな本当に。ごめんねみんな。いやいやしょうがないねこれはね。いやー焦ったね。こういうことあるのよ。うん。こういうことあるんだねやっぱりね。あるんだね。うん。ごめんね待たせてね。待たせたねこれは。すいません。いやというわけでね皆さん元気ですか？うん。いやうちのやっと聞けたねその。そんな発言が、うん、もう45分経過してるけども、みんな元気ですか？元気ですかから始まるんだから、うん、やっぱイントロ長いからね。もう45分もやってたんだこの下り。あ、もう40、そろそろだからお別れなんですわ。そうだね。じゃあそろそろお時間。じゃあそろそろお時間なので皆さん。そろそろの。もう20年後のエンタメだよ20年。お笑いが20年後だ。先取りしてるけどね。だいぶだね。まあね、まあ45分やってるわけですからね、なんだかんだで。うん、ね、履歴がもうすごいですから。39回目の配信になりますけども。すごいね。こんなことあるんだね。いや、あるのよ。それが人生ってもんだよね。すごいね、これ。初っ端からうまくいかないね、やっぱり。まあ。本当そうだよね。やっぱこうギリギリやろうとしてダメだな、なんでも準備が必要だわ。
そうなんだよ、そうだとは聞いてたけどね。じゃあこれ本当リハできないじゃん、マジで嫌だ。これはやっぱりリハはできないんですよ。あのさ、合言葉にしときゃ大丈夫なのかな、合言葉にしてテスト配信はできるのかな。なるほど、どう思う。そんなものがだからあるの知らないから、ね、うん、そうだね、今俺もあるのない合言葉。今日頑張って髪の毛セットしたのにな、こんなになっちゃったよ。いやいいよ、決まってるよ、うん、ちょっと5分ぐらい外出ておいでよ。ちょっと待ってよ、てるから。ちょっと雨降ってんの今。すごい雨降ってるからこれ、もうね、日に日にメイクが上手くなっていくっていうか早くなっていくんだよ俺。いやもう今だったらアメリカ行っても恥かかないんじゃない俺だけね。いや確かに、そうだね、マルちゃんだけ、そうだよ、マルちゃんだけすごいすごい綺麗な夏けの髪型、俺がやるから。そうだ、やめとけやめとけ。前もそう、佐藤恵理子みたいになってたけど。佐藤恵理に似てると思ったんだけど。いよいよ一個さみたいになってくるね、ゆうちゃんもね。こうなってくると、こうなってくるとね。すごいじゃん。いや、しゅんちゃんもね、しゅんちゃんで、結構、あ、今日みんないないけど、しゅんちゃんいるんで、ほら。ほら。どういうこと、ね、どういうこと、どういうこと。すごいねこれ。あ、シュンちゃんいたいた。あ、すごい。そう、何がすごいってやっぱりこう等身大よりでかいっていうね。本当だよな、等身大よりでかいの作っちゃったもん。そうなの、そう。今日はもうシュンちゃんもずっと本当だよな、ずっといるんで。すごい存在感だわ。じゃあちょっとここにいいね、うん、今日はここにいてもらおう、俺の横にいてもらおう。なんかいいね、大きい方が、大きい方がいいね。のぞき見してみたいな、ちょっと。ただでさえ片目しか出てないのにね。鼻から下がまたもう見切れてるもんだから、もう目だけしか。しかないね。あ、いいよ。おじいさん。たたんもんな。結構雑だもんな、扱いが。うん、結構ペロッとなってるね。ペロッと首首もう諦めたんだね。もう諦めたんだね。アンティー感全然ねえんだよこれ。もう諦めたんだ。いやさ、あのさ、残念だけどさ、あの一周年ライブが中止になっちゃったじゃない。うん、じゃあすごい壮大、俺たちが考えてた壮大なさ、しゅんちゃんをもう発表しちゃおうか。そうだね、どういうことをやろうとしてたかね。そうそう、そう、ね、俺たちが何を1周年ライブでやろうとしてたか。そうなのよ。いや、あのね、アイデアとしてあって結構マジでやろうとしてたんだけど、うん、あの店頭とかにさ、こう空気でさ、こうなる看板あるのわかる？最近ないよね。空気でこうなる看板。難しいねんけどな。そうそう。あの住宅展示場とかの。そうそう。ビロ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 。そう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 。あのガソリンスタンドとかね、ああいう。そうそうそう。そうそう。パチンコ屋パチンコ屋。そう、結構でかいや、でかいやつね。そう、あれを、あれね、2メートルのがあったのよ、ちっちゃいやつで。でそれ買っていう、しゅうちゃんのあのあれ。あれ顔をつけて、うん、そうそう、しゅんちゃんのこのね顔をつけて、ほんでもうものすごい風で踊らすっていう。そうマジでマジでもう、ね、ポチりかけて俺問い合わせまでしてたんだけど、そう問い合わせまでして、ね、会社に納期間に合いますかなんて言って、ね、ライブで使うんですけど納期間に合いますかなんて言ってね。そうなのよ、交渉したんだもんね。間に合わなくてよかったね。だからよかったよ、もう届いてたらもう間に合わないって言われたんだから、本当だよ。あれが納品されてたらと思ったらさ、地獄だよ、もう地獄だよ。もう誰か引き取ってもらわないとさ、これさ、うん、話なんだよね、その激しい曲だ、いいよ、そう激しい曲さ、
まあ手をバタバタ振りますような曲はいいけども、そうだね、振りがあるような、やっぱりこうミドルテンポとかスローな曲になった時にもしゅんちゃんずっと後ろで踊り狂ってるわけだから。そうだよ、だって踊り狂ってるだけの話もね、やっぱね風を使ってるからね、ブーンずっとだからブーンバラード中にさ、俺沈黙なんかできない、やばいことになるよ本当に。静かな曲はやばいよね。やっぱりだから買わなくてよかったんだよ。買わなくてよかった。だって上手ゆうちゃんじゃん。うん、ゆうちゃん邪魔だよね。そう、バタ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 って手がもう当たったりして。夏希は神出さえ見なければ多分大丈夫なんだよ。そうだね。そうだね。でもゆうちゃんは見たかった、結構きついだけどね、それ。うん、それね、見たかったね。ちょっと見たかった部分があるね。ちょっと見たかったね、それは。ね、それだけがちょっと心残り。それだけじゃないですか。それだけじゃないですか。すいません。ついいやそういう構想まであったわけよ。ね、あったよね。割と本気だったからね。そうだね。いやそうなのよね。グッズも作ったし ね, ね。グッズ作っちゃったのよ。グッズ作っちゃったのよ。作っちゃったのよ、ね。結構質問があったんですけど。はい。グッズ作ってないんですか、通販してくださいって。うんうん、作ってんのよ本当に。赤バネーションフロータオルっていうのを作って、うん、そんなミニタオルなんだけど、こんな欲しいもん。ただねこれすごい、全部話すけど、包みなく話すけど、うん、全部聞かれてるからいいことしないでも、この際そうでしょ、このドタバタも全部聞こえてたわけだからさ。そうでしょ、なんかもう、うん、あの恥ずかしい部分見られたらもう全部見しちゃおうみたいになるじゃん、結局もうほぼ裸見られてますね。そう、うんうん、これね、なんか赤羽ションタオルなんだけど、すごい、うん、赤い羽のデザインなのよ。ああ、うんうんうん、で赤い羽って言ったら募金じゃん。募金よ。なんかそうだね、募金スタイルの販売したらどうかなってちょっと思ったんだよね。天才やん。よくわかんない、どういうこと？ま、言ってる意味わからないかな。ごめん。どういうこと？確かに。なんか野菜の直売所みたいな感じ、500円で500円ポロンと入れて持ってってもらうってことか。そう、もう値段はあなたたちに決めていただくっていうね。プライスですね。そう。で、ただミニマムはこっちで設定しといて。1円はダメで？1円はダメ、もちろん。もう大赤字になっちゃいますから。じゃいらねえよね。だからなんでそんなこと言うんだよ。ハヤトは推奨する側でしょうが。なるほどね。そうか、うんうん。まあまあね、ほんとね。なんか赤い羽ってことでね。赤い羽って、僕これたまたまなんだけど、デザインが。うん。だから、ほんとそんなのね、ちょっと面白いなっていう。ね、そう。そうだね。なんだかんだちょっと全箇所公演延期になって、なかなかのそれは見事に食らったね、我々ね。なかなかの見事に食らった、綺麗に食らったもんだね。いや俺も食らったし、ゆうちゃんもソロで食らってるわけじゃない。俺も食らったよ。ゆうちゃん誕生日もできなくなっちゃって、いや本当にゆうちゃん落ち着いて年も取れないね。いや本当だよ、40歳だよ、俺40歳なんだぞ。言うんじゃねえよこのバカ。すいません、つい。お前が言ったら俺たちもバレんだよ。もう一度言おうか。ダメ。40歳なんだから。言うなってな。いや、すいません。もう一度言っちゃいました。ついついもう一度言っちゃいました。ただお前だけだからね、40になってんの。俺たちまだまだ1年以上余裕があるんだからな。1年以上。いや、寿命長えわ。ちょっともう他の人みんなおかしいわ。夏希なんかまだまだだぞ。いや、まだまだだよ。これが40歳の重さかって体ないよ、本当に。これがって。重力増えてるみたいな感じになるの。そう。太っただけやん。太っただけか。太っただけやん。太っただけやん、もう。膝に水溜まってるだけやん、それもう。いや、もう本当に、でも、中止、きついね。延期もさ、目処がなかなか立たないからさ。うん、ライブハウスさんもね、厳しいけどね。いや、今日発表があったけどさ、札幌のコロニーがさ、ね、そうだね、もう本当悲しいよね。いやそうだね、悲しいでしょ。うーん、コロニーは俺がね、なんだか桜が咲くコロニーとか言ってたもんね。
あそんなこと言ってたね。そうよ。さね。うん。で僕らがよくやってたのはクラップスホールがなくなっちゃったわけじゃない。クラップスホールとかね。そう。そうだね。ほんでまたコロニーもなくなっちゃって、あとはベーシーホールとかベーシスとかだよね。ベーシス？ベーシスって。そうだね。ベーシーホール。ベーシスって言うんだけど。ベーシス横浜？ベーシス横浜か。全然違うやん。ブレちゃったよ。ブレちゃった。急に関東に帰ってきちゃったよもう。いやー。横浜。ベッシーはマンボウだっけ。ベッシーね。ベッシーね。ベッシーホールね。うん。逆に今新しいライブハウスがもうないのかな。あのキューブガーデンでかいしさ。キューブガーデンね、やったことないですけどね。まあ、ちょっとでかいよね。あそこキャパがでかいの。おー、いやー、ほんとね。そうっすね、2days とかやらせてもらいましたよね、ほんと。夏木さんはどうですか？コロニー好きでしたか？うん？コロニー好きだった？コロニー好きだったよ。なんか、うん、楽屋にさ、うん、なんか、楽しんでてくださいねみたいなのの最初の方にやってた番、あの、箱だった気がする。あ、確かに。あ、そうだね。割と近年増えてきたけど、うん、初期だよね。そうそうそう、初期にやったところだった気がするね。確かにそうだわ。そうだね。なんか切ないけど、まあ切ないけどね。切ないね。うん、まあでも、まあでもだよ。そうだね。楽屋って感じだったんだよな。そうなんだよ。狭いけどなんかね。うん。最初行った時はびっくりしたけど、なんかあれがさ、だんだん良くなってくるよね。そうなの。親戚ん家帰ってきたみたいな気持ちだもんね、なんか。で、目の前のローソンでね。そう。チョコレート買ってね。チョコレート、バレちゃんだけや。あ、そう。バレちゃんだけや、チョコレート、バレちゃん。いまだに俺、どこにあるかよく分かってないんだよ。あの、本当に札幌ってさ、俺、方向音痴じゃん。うんうん。だからね、あの、もう札幌のあの、西なんちゃら南なんちゃらみたいな、北なんちゃら東なんちゃらみたいなのがもう本当無理、わからないわ、わかんないね、もうなんちゃらかんちゃらだよね、なんちゃらかんちゃらの、本当そうだわ、何度でも貸せてね。いやいやいや、今日のね、銀刺しもね、本来はね、そうなのよ、本来はみんなでやる予定だったんだけどね、すいません、これ根本的な話じゃないけどね、そうだね、本来だったらみんなで集まってね、そうそうそう、お届けしたかったんですけども、でも ね、もうね、ゆうちゃんと同じ部屋にいたくないってみんながあった強い意見で、そうね、オーマイゴッドだよ、ゆうちゃんも年中年中席してるから、オーマイゴッドな案件でございます、年中席してるからさ。年中接近してるって言われてる。そうだね、から席のゆうやと言ったら有名だもんね。そうだね、年中から席をしてるからね、この時代やっぱり、ね、この時代ちょっと、うん、ちょっと一緒に いられないかなっていうところですね。ゆうちゃんがさ、なんか一回ね、配信してるときにすんごい歌ってめっちゃ咳込み出したときがあって、うん、結構ね、みんな結構リアルに心配してたからね。あの今配信で咳ダメよ、ゆうちゃん。そうなのよ、空気が変わったのが見えたもんね、空気の色が変わるのが見えたのよ。空気がね、一転したからね、スーッと違う色になったから、やべんじゃねえのみたいな、ね、空気になっちゃったもん。危なかった。コロナ配信みたいな。コロナ配信みたいになって。あいつ今引いたな。今引いたんだね。出たな、出たな、これは。出たんだね。今症状出たんだねっていうね。本当危なかった、危なかったよ、本当に。危ない。もう本当に心配いらない、いらないかい、大丈夫かい。ん？心配いらないね。今大丈夫ですよ。心配いらないよ。心配いらない。うん、俺はもう年中だから。今ね、問い出されてるけどね、今じゃないから、もう昔からずっと咳してるから、もう基本的に。でも しなくなってきたよね。そうだね。むしろ呼吸が穏やかになった方で。穏やかになって、ね。うん。昔なんか俺なんか咳払いしないとずっと喋り続けてたから、あの、なんかプロレスラーの
人だって言われたりさ、天山だとかなんかいろいろ、夏希にも言われたよね。怖い怖い怖いなってくださいの喉ガラガラ、天竜、天竜って夏希に言われたもん、天竜だ、天竜だ。あれ超面白いよね。あれ超面白かったね。喉ガラガラになるから、あれは咳払いしないと。そうなんですよ。だからまあちょっと今日はね、音声でね、皆さんと。そうだね。逆にさ、その銀刺しをやってたら何をやってほしかったかっていうのはここでこう聞けるんじゃないかな。そうよね、なんて思ったよ。あ、今日あのちなみにだけども、うん、結構みんな、うん、皆さんからあの質問とかなんだ相談とかいろいろオフィシャルに届いてるので、そんなの、そんなのも見ながら。お悩み相談には定評があるからね。そうそう。そうだね。解決しかしないじゃん俺たちって。そう解決しかしない。そうだね。そこが悪いところでもあるからね。なんで？あれ解決。解決ズバッとじゃなかったっけ、ゆうちゃんがイースワンマンですごい滑ったの。そうだよ。ちょっと一旦切っていい？心をちょっと落ち着かせるから。滑り倒したのが解決ズバッとじゃなかったっけ。ちょっとリスポンするわ、リスポンするわ。死んだから、今死んだから、初中の死からちょっと生き返るわ。もうあれは本当に解決しきれてないんじゃない？まだ10年以上経ってるけども。あれはちょっと待って、ね、解決できてる、うん、不良債務あれもう完全なるもう焦げついてるかい、うん、焦げついてる完全に焦げついてる、あれは出してほしくない、もうそうか、その話はしないでほしい、もうその話はしないで、本当にごめんなさい雑な謝り方ああ、なるほどね、お悩み相談もじゃあ、そうね、悩み相談もやっていくんでしょうか、うん、いや、いいですね、ね、私が解決していますからもう。そうだね。はい。そんな感じでいきましょうか。いきましょうよ。もう質問。いや本当ね、本来はね、いろいろコーナーもね、うん、私の使っていることで、いろんなこと考えてたんですけどね。うん、そうだね。指味噌だったりね。いやあのね、もうね、このご時世指味噌は本当にダメだろうなっていうので。いや指味噌ペロリ、罰ゲームで指味噌ペロリってのがあったんですよね。もうね、それで万が一感染してたとしたらもうね、一生表歩けない、恥ずかしい。指味噌クラスターになってしまうからね。もうそれはもうニュースだよね。もうね、それはもう本当恥ずかしいわ、もう本当に無理だわ。いや本当無理だね。コンビニ行けないわ。いや俺さ、ニュースで見たのがさ、すごい思い、これさ、不謹慎だけどさ、こいつらやべえなと思ったのがさ、渋谷にね、なんかインタビューしてて、渋谷の女子に何しに、今日何しに来たんですかって言ったら、もう自粛要請出てるわけじゃない、緊急事態宣言が出てて、すいません、何しに来たんですかって言ったら、渋谷にナンパしに来ましたって女子2人が言ってんので、ナンパですかってなるじゃん。そしたら、こんな時期に渋谷に来てる人は絶対なんか生命力が強い人だと思って、今ナンパしに来ましたっていう、もうわけわかんないです。なんだその発想。すごい発想だわ。今この時期に渋谷にいるやつは生命力あるってさ、もうその発想よ。すごいね。逆に今指味噌やってお腹大丈夫だったら、もう何食っても大丈夫だね。そうだね。だ指味噌なんかそんないつだってやばいんだから。指を指でこうペロって。栄養士だって。うん。そうだね。指味噌がもう通用してるって思ってるけど、指味噌って分かってますみんな。分かってないのかな？指味噌で検索してみれば。ねえ。ねえだろ。市民権ゼロだろ。指味噌ペロリ。いやー本当よ、ね、ゆうちゃんが ね指で味噌をねペッて取って、それを罰ゲームで舐めなきゃいけないんです。そう、俺がこそぎ取った味噌をこそぎ取ったペロッてしてもらうって ね罰ゲームがあったの。いや毎日飲んでるものなのにね、食べて口に入れてるものなのに、やっぱりゆうちゃん指を通じてこうやって出されるとさ、顔の前に震え上がるんだよね。生野菜につけるのはよくて、俺の指ダメなのかよって話だよ。ダメなんだろうね。生野菜キャベツは一緒だって。本当だね。うん、何をやるやつなんだ。コーナーを考えたらさ、うん、やっぱりさ、
この時期できることが本当にないわけ。そうなの。いや、なんかさ、食べる系はやっぱまずいよねみたいになったよね。食べる系はまずいみたいになったんだよね。食べる系はね、やっぱね、今難しいよね。うん、そうだね。こんなゲラゲラ笑いながらさ、うん、そうね、これ今だよねってなっちゃうよね。これいつの映像って。よくさ、激辛のなんか食べたり早食いみたいなのをさ、昔インスタでやってたから、うんうんうん。なんかね、焼きそばのすごい辛いやつを、これ面白いかなと思って、うん、ちょっと試しに。銀刺し使えるかもしれないなと思って食べてみたのよ。エンマ様のフォルムのやつ、なんて名前だっけな、わかる、みんな。エンマ、もうめちゃくちゃ辛い感じのやつ。新進焼きそばのさ、新進なんとか違うか、わかんない。ペヤング、あれペヤングはめちゃくちゃ辛いのあるよ。あるね。あれのなんかもう一等すごいやつがあるの今。あ、そうなんだ。それをね、ちょっと試してみたんですけど、激辛タンメンってやつ？タンメンじゃなくて焼きそば。あ、焼きそば、あ、あるあるある。あ、ごくごく、地獄のごくの激辛だ。すごい。それもペヤングなの？すごかった。パッケージがまた、それもペヤングなの？パッケージがまずやばい、ものすごい子供みたいな泣きそうなエンマ様の怖いやつ、ね、鬼のみたいな。あれはすごかったよ。あれ、あれね、ちょっとみんなでいつかやりたいね。あれ、まあ、やりたいね。辛いのは夏木とハヤト得意だからね。そうね。もう僕なんかね、もう一口でギブでした。いた、それはやっぱりね。それはな、すごいね。うん、あ、もうダメ。え、夏木とハヤトはどっちが得意なんだっけ？いや、俺なんてね、多分バンドだったらね、真ん中だよ。ゆうちゃんの方が絶対辛いの強いと思う。ああ、そうなの。めめめ。夏木、ゆうちゃん夏木じゃない、ツートップ。もう俺なんかも全然ダメみたいよ、どうやら。前にさ、うん、うん、あのプルダックンポックミョンのっていうやつ、韓国の。あ、言ってた。あれの2倍ってやつだったの。何それ、プルダックンポックミョン。韓国料理。そう、なんか、なんだろう、焼きそばみたいなやつなんだけど。あれ、家で食ったけど、結構パニックになってよ、一人で。分かる、一人でパニックなるよね。どう、辛すぎて何どうしていいか分かんなくなる。なるわ。すごっ。バルちゃん辛いのダメだもんね。僕はあんまりだよね。ダメだよ。まあ強くなったよ、昔に比べたら。バルちゃんやっぱ赤ちゃん舌だから。赤ちゃん舌だからね。汗がすごいね、私。汗ね。汗かかないんだったらいいんだけども、俺汗がすごいから、俺汗っかきだから。うん。そこが嫌よね。嫌よね。いやー、すごいよ。あ、もう、もうあと2分で30分で、今日はもうそろそろこの辺で、じゃあ。そうだね。今日はもう、もう終わり？今日はもう、あの、ちょっともう1時間以上やってるんで。45分トラブル、30分で終わるの？トラブルの方が相対的で長いっていう。計算合わんねん。もう計算合わんねん、それね。いや、でももう1時間以上やってますから。足掛け1時間以上やってますから。ね、お茶爆が。本当だよ。はい。足掛け1時間やってるもんね。そうでしょ。そうだね。あ、そうか。すごい。お茶爆がいっぱい。ツイキャスのシステムが分かんないけど、もう終わるんだね、じゃあ。いや、終わる。今ね、赤字になってるでしょ、ここ。左のさ、時間のところが。あ、本当だ。これ30分が1コマなのよ、本当は。はいはいはい、で、コンティニューコインっていうのを今すごいお茶が落ちてきてるでしょ、これ今、うん、これ落ちてきてる。このお茶は皆さんが、うん、皆さんから送られてきてるんですよ。だから本当はね、お茶、このお茶が落ちてくるたびにものすごいお礼をやらなきゃダメなんだよ。 ありがたい。おお、なん、すいません、なんか邪魔くさいなと思ってた、すいません。ダメだよ。知らなかったらそうだよ。これはありがとう、ありがとうございます。すごい、みっありがとうございます。すいません、本当に。ありがとうございます。これ、お茶バッグ、あれだね、ゆうちゃん。デザイン変えてないと分かりにくいね、やっぱり。そうだね、これね。デザイン変えられるんだよね、こっちで。これが皆さんの善意のお茶なんだね。いやー、いやー、嬉しいね、これはね。もっとだから、なんかお金の段っていうの、この一万円札みたいな、なんかそういうデザインにすればいいのに。まずお茶なんだ。わかりやすい、わかりやすい。いや、それはちょっと、だから。だからダイヤモンドが降ってくるとかさ、そういう方がさ、なんか良くない？そこをだからこう、オブラートに包んでお茶なんだよ、これ。あ、
オブラートに包んでお茶なんだ。いやだから俺が分かったよ、俺が次これ配信するときに、うん、あのお茶枠100をあの1000円ずつとかにして、うん、俺がねめっちゃ金っぽくしよう。これ画像変えれるんだよ、なんかそっちの方がやっぱりいいな僕は。お茶ってピンとこないわけよ。すごいもう金が、お金がバン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 待ってる絵になるよ、すごいリアルな。ああそっかそっかそっか、すごいね、景気がいいね、バブルみたいな。バブルでいいですね。いやすいません皆さん、本当にこう全部ね、本当はね、お名前を全部そうだね、ね、覚えて。さすがにお札あれだから、なんかちょっと金銀財宝みたいなやつにするわね。ねえ、なんか宝石的な、うん、ああまあ我々は何でしょう、ね、我々は何でしょう。そうだね、じゃあジュエルでしょ。え、あの金ゴッドでいいんじゃないですか、金で、延べ棒で、延べ棒ね、金塊だね、うん、プラチナやゴールド、あれは宝石なんですから。そうだ、あそうだ、あそうだ、だったよ、宝石だぞ、欲しそうな宝石や、そうだったね、いや本当ありがとうございます皆さん。あ、これで伸びたんだね。そう、これで今延長決定したよ。延長した、これであと30分30分、そう、生きながらやる権利を得ましたよ。なるほど、これであと30分、30分喋れてか。乗ってるんじゃないか。乗ってるよ、乗ってる、ノリノリだよ。30分足りないんじゃないこれ、もう全然。だってゆうちゃんさ、 この間俺見たらなんかすごい夜中までやってたよね。あれさ、見てちょっと見てさ、やめてさ、うん、まだやってんなと思うよ、うん、うん、なんかつまんないからすぐやめんの、うん、つまんないなと思ってすぐ やめるやめなさいよ、やめなさいよ。昨日で5時間ぐらいやったもんけ。5時間5時間ぐらいやった、5時間やったみたいよ。恐ろしい恐ろしいよ。あ、じゃあそれだけ多くの方がそういう風になんていうの、お茶をこう投げてくれてできるわけ。コインを、延長コインを投げてくれてとかね。うーわーすごい。いやー本当に申し訳ない。あー5時間見たっていう人が、いや多くの方がおられますよ。5時間はね、もう本当に上がった免疫も下がっちゃうから、もうダメよ本当に。いやでもね、俺昨日さ、朝のさ、5時とか6時ぐらいにさ、ツイキャス見たらさ、バンドマン配信してたよ。え、朝、うん、あ、じゃあそれはもう朝までやってたってことなんじゃない。いや朝までなのか朝からなのか知んないけど、うん、結構やってたよ、3人ぐらいやってたよ俺が見た限り、ビジュアル系の。あ、ほんと、めちゃくちゃ朝早くやるの面白いな。いやこれだから俺はゲリラ、今度ゲリラ配信やろうと思ってて、うんうん、その夜は確実に宣伝してやるんだけども、うん、なんか今起きてる人だけとかに向けたなんかゲリラ配信しようかなとはちょっと考えてます。いいね。告知しないで。告知になったらもうそのまんまラジオ体操やればいいもんね。そうそう。確かに。これサポーターになってる人には通知行くんだって。あ、そうなるほど。そう。俺ね2回ぐらい間違って配信ボタン押してんだよ。間違ったんだねそれは、うん。だから2回ぐらい間違って。俺が見てるテレビの音が配信されたのかなとか。めちゃくちゃ怖いな、間違って配信する。いやいや、だってめちゃくちゃ怖いこと、携帯から配信するのすんごい、もう左下のボタンピュッて押したらもうすぐ配信だもん。あ、そんなカジュアルなの。カジュアルよって感じだよね、うんうん、いいですかみたいな、1個欲しいよね、ワンクッション。そういうトイレとかでうっかりポピッとやったら、トイレはから生配信かい。そう、トイレ配信よね。生オナラだね。生オナラになっちゃう、これは。かあ。恐ろしい。かあ。かあ。恐ろしい文明だよ。いや、文明社会、本当に恐ろしい。夏希、最近料理してんの？してるよ。あ、本当？俺ちょっと最近料理始めたんだよ。お、なんかあれ、なんかチャーハンの話してなかったっけ。チャーハン、うん、あれじゃない、顔まんがいじゃない。顔まんがい、
違った。そんな疑問を持った顔漫画初めて聞いた。顔漫画？顔漫画って何か知ってる、そもそも。分かんない。顔漫画が。チャーハン？違う違う違う。あのね、あの。それロコモコやろ。シンガポール風チキンライスみたいなやつ。シンガポール風チキンライス。あの鳥乗ってるやつ？そう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 。鳥乗ってるか。鳥乗ってるか。とかガパオとかわかる？ガパオわかる。この前ガパオをね俺作ったよ。美味しそう。すっごいね簡単だった。俺だ生まれて初めてパプリカを買って、生まれて初めてパプリカを切ったのよ。パプリカって、ね、パプリカ。パプリカだよ。パプリカ切ったことある？いい質問、いい質問ですね。ね、あの東京都にお住まいのバルさんからパプリカ切ったことある？という、ご質問をいただきました。はい。いや、パプリカ切ったことありますか？ないでしょ。ない人の方が多いよ。ガシ君ちょっと使ってなかった誰か。ああ、使ってた。パプリカぐらい切るよね。切るよ。パプリカってさ、使う？パプリカ買うやろが。グリーンカレー。そう、グリーンカレー俺作ったじゃん、ね、あの合宿で、うん。うんうんうん。そう、だから俺さ、やっぱタイ料理が好きなのよ、なんだかんだ。ああ、そうなんだね。そうだね。うん。あ、ナンプラーがいいんだろうね。ナンプラー好きだね。ナンプラーいいよね。うん。臭いよね。臭いよ。鯉の餌の匂いしない。臭いよね。なんかね、魚のやっぱり腐った匂いね。ね。なんかね。うん。あれがいいよね。うん。俺も料理全然してないわ。なんか安い肉買ってきて焼いてなくい、あとカップ麺だわずっと。ああまあそれは食生活じゃねえか。たださ今カップ麺ってめちゃくちゃうまいのよ。あ、狼スープあったっていう話したんだけど。あ、狼スープのカップのやつも美味しくない？あれ。あ、いや、ね、買ったんだけど、まあ、食べてないのよ。食べて食べたら美味しいから。備蓄用に取ってあってて。でも2個買ったから。1個ちょうだいじゃん。いいよ。やった。じゃんけんに勝ったらね。最初はグー、じゃんけん。じゃんけんパー。勝った。俺が勝った。何だよ、ゆるい急にやるがじゃんけん。動画見たら、動画見たら遅れて。時差があるね。いいね。いや、ゆる配信だね。俺最近さ、配信だね。何？うん。最近さ、作る系だけどさ。うん、作る系なんかパンを作ってみたんです。パン？出た。それホームベーカリー？え？ホームベーカリーとか？いや、なんか練って。すごい。でしょ。イースト菌？イースト菌入れて。パン屋行くの怖いじゃん、さすがに。怖いとかいう以前にできんの、そんなこと。どうやんの？なんか強力粉とイースト。うん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 。なんかなんだっけ、バターとったりとかオリーブオイル。そうか。オーブン、やば、そのもらってメンバーにもらったオーブンを活用して。あ、オーブンか。あで発酵させてみたいな。え、何パン？あれ、ね、最初作ったのはウインナーパン。すごい。いきなり惣菜パン。ウインナーパン。そう。すごい。今はフランスパンもどきみたいなのが冷蔵庫にある元が。すごい。こんな時期だからと思って。こんな時期だからね。こんな時期だからね。うん、俺もこんな時期だからそばをね打とうと思ってる。なんでみんな職人になりたがるんだよそんな。お前はもう算数ドリル、ドリルでもやれよもう。算数ドリル。こんな時だからそばを打つの？そばを打ってみたいな。お勉強すれば少しお勉強。確かに。お勉強の本は？そば打つてか。そばちょっとずっと打ってみたかったのよ。うん。ねえ、でも新しいことハヤトも始めた、なんか。これは恥ずかしながらね。うん。
ゆうちゃんのこのツイキャスを冷やかしに行ったのが運の月で、ゆうちゃんのやってたね、ゲームをね、始めたわけ。あー、デッドバイデイライトね。もうね、もう目を疑ったよ。なんちゅうゲームやと思って、俺は。ひどいよね、あれを配信してるってさ。うん。この世の中。この世の中すごい、なんていうの、こうグローテスクなんですよ、残酷な。ですかね。で、もうノリでさ、その場で買ってさ、ダウンロードしてさ。そう、買ってくれたの。そう、もうゆうちゃんとやろうと思って。うん、でもね、夜中なのもあるし、なんかいろんな問題で、その人が入ってこなくてゲームが進まないよかったわけよ、その時。うんうんうん、だこれはでも、もう俺がもうやろうって言って、もう全部入って。そうだね、全部入って。全部入ってプレイして4のなんか全部やって、うん、もうそれだけそれだけで、昨日だっけ、昨日もゆうちゃんの配信でそれをやってたから、うん、よし今度こそ一緒にやろうって言ってやったけど、やっぱりマッチングしなくて。マッチングしなかったね、全然ね。ゆうちゃんともできないゲームを全然見たことも聞いたこともない世界の人たちと一緒にやってるわ不毛だわ。夏木ピースプレス4持ってんだっけ。プレス4持ってない。あ、夏木は持ってないのか。そう、でもそのなんか携帯のアプリのやつやったことあるよ。大悟人格。大悟人格、あ、あるんだ。そうなんだ。うんうんうん。いや、まあやってみてね、面白いんだけどね。ただもうすごい怖いのよ。怖いの無理だわ。追っかけ回されんのよ。うん、それでも寝たらそういう夢見るからね、本当に。最悪だよ。相手も、ね、人なんでしょ。人がやってんでしょ。相手も人。そう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 。うん、そう。本当ね、面白いよ。でも面白いよね。流行るのが分かるね、ちょっとね。そう、そしたらさ、プレイステーションプラスっていうのに入んなきゃいけないのよ、どうやら。そうなの。そう、月額の、ね、うん、そうそうそう、一緒に遊びたいんだったら、うん、これ契約してねっていうのがあって、でそれも入ったのよ。ソフトだけじゃなくてそれまで入ったわけ。俺手元が来るって1年間の契約をしたわけよ、しかも。めっちゃ高いじゃん。俺もうやめたもん、1年間は払えんと思ってやめたもん。あのすぐ1年間にしちゃう、なんかなんと骨髄反射なの。何でも1年パってやっちゃうわけ。で1年もやらないと思ってそしたらね、なんとね、プレイステーションプラス今なんかね契約してる人は、うん、モンハンワールドっていう、2年ぐらい前出たのかな、モンハンワールドがタダでできるのよ。昔メンバーとモンハンすごいやったなと思って、それのプレステ4版かなんて思って胸が熱くなってやってみたら、うん、ちょっと面白くて。あら。おでね、なぜかね、昨日はね、あのデュエルジェルのね、もう元ベーシストのね、サイダ君とねやってたね。モンハンをサイダと二人きりで遊ぶなんかも何年ぶりだよと。はい、俺も持ってるよ。え？モンハン。モンハン持ってんの？あのモンハン買って、おう、あの30分で酔って全然やってないのよ。あ、そうなの？でも酔ってんのよ。あ、酔持ってんのよ。あるじゃん、酔ってんの？酔ってらっしゃるよ。酔ってんだよ。じゃあ持ってんの。で、そこ間違える。で、違う。これ酔ってんのよ。違う。持ってんの。持ってるってこと？持ってんだよ。びっくりしたよ。酔ってんのかと思って。持ってんだよ。しかも、FF7 も買って。買うよね。で、30分で酔ってんだよ。いやー。酔ってんじゃん。酔ってるね。画面酔いがすごくて、俺ダメなんだろうかな。あの、すっごいあの。グラフィックが良すぎるとダメなんだろうね。いや、それはあるよね。気持ち悪くなってきて、どんどん。ああ、酔っちゃうんだ。あ、遠くを見ればいいんじゃないの。
もう主人公じゃなく背景をこれな言わねえな、でも話は入ってこないななんでここってこうなったのみたいな、ま、窓開けるとかさ、うん、うん、冷たいもの飲んだりとか、そうだね、もう車酔いじゃん、もう車酔いぐらいよね、遠く見てもダメか、ダメなんだな、そうかダメか、そんなことを始めましたよ、この、はい、まあでもね、ゲームもね、ゲームも普段やんないけど、うん、やっぱ普段できないことは今はね、いろいろ本当そうだよ、やる時期だろうなっていう、うん、本当にそういうふうに切り替えた方がいいね、気持ちをね、いやそうなんだよ、うん、だってさ、みんな、うん、うちの両親も暇みたいでさ、今朝の8時だよ、今朝の8時におかんからさ、うん、8時から歌ってますって、親父が買ったカラオケのやつで、親父が8時からカラオケしてんだよやばくない、しかもその歌詞がさ、テレビに出てんのよ歌詞見たらさ、愛しちゃったのよ、愛しちゃったのよって書いて、何歌ってんだよ朝からめでてえな、それ夫婦で歌ってんのいやいやいや、親父だけ歌ってる、あれデュエット曲じゃないの、いや、マイク1個しかないからあーすごいね、すごいな、朝からお父さんいいね、もう親父からゴルフ取ったらもう何もなくなっちゃうからさ、その楽しでも愛しちゃったのよって言ったら、うん、バルママがやややんやんって言うんだよね、そうよね、愛のないと愛しちゃったのよ、やんやんやん、そう見たい、それ配信して、それ配信してそれ見たい言ってるかもしれないね。言ってるかもしれないよね。いやいやいや、それはほっこりするね。うん。まあいいっちゃいいし、朝8時にやることじゃねえよな。もうそれもう喉のとこここまで来てた。朝、それで目覚める人もいるでしょ。いいね。まあまあ、ね、でもあれですよ。いろいろね、みんなあれですからね。じゃあ質問のコーナーかな。そうだね。やっぱり、ね、質問やっぱりあるから。突然来るんだもんな、こういうのって。そういえばそうだったよ。そうだった。いや結構来てるからさ、しっかり読んでいこうかなと思って。結構来てんのよ。そうだね。もう10分ぐらいしかないもんね。もう10分、ね、10分しかないね、あと。10分しかないから。うん。全部読もうかな。全部読む気でいこうかな。オッケー。今日のツイキャス楽しみにします。悩みなのですが、この自粛期間、休みの日はお家でひたすらゲームしたり過ごしているのですが、ライブも友達も会う予定もなく、すっかり気が緩んでしまい、お菓子の食べ過ぎで体重がちょっと増えました。何か目標がないと頑張れない、オートフメンタルで先が見えない今、全くやる気が起きず、単なる甘えとは自覚しているのですが、何かやる気を起こさせる方法はないでしょうか、もしくは頑張れる一言をください、よろしくお願いします。なるほど。まあ今ね、なんかやっぱみんな、ちょごめん、もう一回言って、ちょっと待って結構今噛まずに最近噛まないっていうテーマで結構やってるから、分かった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 でしょ、要するに分析した、結構簡単に言うと自粛疲れだよね。うん、違うそうだっけ、で違うかもしれないね、そうだっけまとめるとそういうこと何か目標がないと、だからやっぱ軒並みさ、軒並みライブがキャンセルになって、やっぱ楽しみじゃない、ライブって、次のライブを楽しみにみんな頑張ってる、そのか楽しみが次いつになるかわからないっていう感じなんだろうね。だから何をモチベーションにしていいのかなって思っちゃってるのかもしれない。でも日本国民の悩みなんじゃない、あそうだね、代弁しているんじゃない、世界の悩みとしてズバッと切った方がいいんじゃない、ここは。そうだね、確かに。そうだね、やっぱ世界のゆうちゃんがじゃあ一言バシッと、やっぱね、その運動せずにね、世界に対してゆうちゃん、そこはそうだよ、世界に発信してるっていう気概を持って言ってよ、トランプ大統領も話しましたけども安倍さんやらないで急に、ね、ライブをね
デリケートなとこだから安倍さんやらないで今。だいぶだってフラストレーションたまるでしょ。やっぱお菓子食べちゃうでしょ、うん、そんな意識でダメなんだよ、ね、太るっていうのはね本当ね怠慢だから本当にそれだけは言わせて。落ちたよ、ね、落ちたんじゃない、ね、落ちたんじゃない今一瞬大丈夫落ちた落ちた今一瞬画面黒かったよ大丈夫ごめんごめん上出した瞬間に暗くなったから俺が良くないのこれは大丈夫大丈夫かな最後何かあるかなじゃあごめん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 ないですないやどうぞどうぞゆうちゃんゆうちゃんどうぞどうぞどうぞやっぱねお菓子は怠慢だとお菓子怠慢だとただね、うん、でもねお菓子とかねでね幸せな物質が出るらしいからやっぱりなんかねいい物質が今こうフラストレーション溜まってねこうやっぱね太ったら痩せればいいんだからわかる太ったってね一生痩せられないわけじゃないしゅんちゃんを見てごらんなさいよしゅんちゃんを見てごらんなさいやっぱね痩せても太っても痩せられるんだから今はねそういうあの幸せなことを自分が幸せだと思うことをねやりなさいよ、うん、でスイッチ入れ入らなかったらスイッチ入れなくていいのよ、うん、ダメかダメかそんなんじゃダメかいいんじゃないのなるねいいかな素晴らしい意見でしたね、うん、ああ、ね、なかなかでもいいこと言うねうん素晴らしいと思うじゃあ次の質問です。痩せてもいいって思ってるんだもん、だからゆうちゃんは。そうなのよ。いつだって痩せられる気持ちがいいから、太ってる人は。そうね。うん、だから今ののは、だからやっぱ正反対に行かなきゃダメなんだ、やっぱり。そうだね。そうだね今そうだね、ゆうちゃんが言ってたことの真逆を行けば痩せるってことですね。うん。うん、そうだね。絶対そうだと思う、うんうん。全部逆で。全部逆にします。お願いします。次の質問です。はい、では次に。はい。今日で30代半ばになったんですが、まだまだ自分は子供だなって思う方が多々あって凹みます。メンバーさんの自分のここはまだ子供だなっていうところを教えてください。大人になったなって思う瞬間でもいいです。ですって。うん、僕はね、大人になったなって最近思うのは本当によく言ってんですけど、コーヒーをブラックで飲めるようになったとこかな。バルちゃんがコーヒーブラックなんてもう考えられないな。ねえ、バルにあらずよ。うん、無糖だよねやっぱコーヒーは微糖でもやだ俺もう無糖無糖刑事無糖刑事無糖刑事よねおおやったねやったねやったんだね無糖刑事やったんだねなんとなくだねうんそうかそうやね大人はね難しいね大人を感じるってことあるかな。ないだな。テレビで見た話だけどね。うん、70歳のおじいさんもさ、いろいろ達観して人生経験も豊富じゃない。そりゃそうだ。70歳ぐらいになってると、その70歳で体が痛いとか辛いとか言ってるおじいちゃんを、90歳のおじいちゃんが見て、うん、子供だなって言ってた。お前ガキだあなるほどねだいつになってもね自分は子供だってね思うんじゃないの一生もう達観するってことは多分ねずっとないんじゃない70歳でもね90歳の人から見れば20も若いんだもんねそう20も若いんだから人時代違うんだから本当だよね、うん、子供だなまだ子供だなって思うよねそうだね子供だなって思うぐらいがやっぱりつながるんじゃない大人になりたいっていうところに日々すごいですね。さあ次の質問です。子供のままでいいんだよだから。子供のままで。でいいよ。ね、子供心は持ち続けましょうということで。そういうことです。はい。そうだね。バッサバッサ切っていくよ。はい。テレワークでほとんど出歩かずライブがなくなってしまい絶賛運動不足で皆さんどう過ごすでしょうか。過去ツアーのグッズだったり周年で出す予定だったグッズがあれば通販しておいてほしいです。よろしくお願いします。過去のね、うん、過去のなるほどそうよねまさか考えます、ね、グッズの話に戻っちゃうけどねうん、うん、なんかその考えないといけないですよね皆さんに何がどうしたら皆さんが喜んでくれるかですよねうんうんうん、うん、古いグッズもあるものはありますものねゆうちゃんのあのリストバンドだけ、うん、あのゴム止めだけはまだあの残ってるんで
あれ、俺、あれを気にして買ってくれた方がいたから。あ、本当？で、それで。に買いましたって。それで売り切れた？これ売り切れたらさ、ちゃんとさ、もう下げないとさ、勘違いしちゃうから。売り切れてないってことだな、あれな、多分。売り切れたら売り切れましたって出るみたいよ。出るの？うん、ちょっと。じゃあ売り切れないの？なるほどね。まだありますねって書いてある。なんてことだ。何やってんだよ。俺が買うよ、もう。責任持って。責任持って。もう。そうよね。なんか、ねえ、皆さんと、そういう、なんか、なんかできないですかね。うん。うん。そうね。結構課題ですよね。結構僕とかゆうちゃんはソロでもなんかこうグッズ作ったりしてよくしてるんですけども、そうだよね。でもまあハヤトは誕生日に結構ガッツリやるじゃないですか、うん、ハヤトって通販、ね、ね、通販の自分で通販のあれ持ってんだっけ、個人の。いや、やらせてもらってますよ。夏希だけやってないのか。じゃあそうだね、 T シャツ作ったぐらいかもね。俺も夏希もなんか作って、っいい、ね、あれいいのや。きっと夏希のねグッズも欲しい人はたくさんいると思うから、うん、アートに頼んだら、うん、あのチャチャチャってやってくれるから、アートやさ優秀ですからね、本当に。そうだね、うん、こういう時になんかグッズを作るのもいいかもしれないね。ほらみんな、ほら、ね、夏希さんグッズ欲しいってみんな言ってるよ。ほら、いや素晴らしい、ありがとうございます。もうパン売っちゃえばいいんじゃないの、もうパン夏希パン夏希パンいいね。いいね、使ってても知りませんっつって。いや、乾パン作るな、乾パン。あ、乾パン。うん。乾パン？持つかもしれないし持たないかもしれないやつ。開けてみて。開けてみて。そうね。うん。なんかね、できればいいね、俺も。うん、ね、パンいいんじゃないですか。パン、ね、そう、食べ物は相当難しいと思うんですけどね。でも、ね、あ、パンツでいいんじゃない。もうワードなんかデザインおしゃれなやつね。だからまあまあでも夏希は割とさおしゃれ最先端だから、ゆーちゃんよりもゆーちゃんはね、なんかわけわかんない靴下作ってね、大変な思いしたもんね。もう泣くほど売れなかったやつ。そうなの、びっくりするよ。わけわかんない靴下作って大変なことだったの。大変なことだったよ。もう自分の足の写真を撮って俺の足になるっていう靴下を作ったらもう死ぬほど売れなかった。誰が買うねん。もう誰が買うねんと思ってやったら本当に誰が買うねんだった。ああそう、やっぱりそこはみんなすごいシビアなんだね。やっぱりシビアなんだね。やっぱり何でもいらないものはいらないんだね。いらないものはいらないの、やっぱり。そうよね。ちなみにさ、ね、しっかり、うん、サイダーがさ、サイダーのオフィシャルサイト知ってる、みんな。おちょっと、うん、そんな怖くて見れねえわ。違う、すごいすごいいいんだよ。サイダーのオフィシャルサイトがあるの。サイダーのグッズのデザインのグッズのサイト。怖いね。ちょっと俺今貼るよ URL。ちょっとアウトサイダーでしょ。ちょっと見てみて。あと2分で終わる。あと2分で終わる。じゃあ今日はこの辺で。これは何？もういきなりバチッと切れんの？俺がね、もうバチッと切ったら終わるよ。切らなかったら続けられるの？どうしてるの？まあ続くも続かないも俺次第だとか。あ、その延長するためのそのありがとうございます、なんかその お金的なのはもうあるわけ？いや、コイン、延長コイン、コンティニューコインっていうのがあるんだよ。うん、コンティニューコインがもう今ものすごい溜まってんね、多分。そうなんだ。コンティニュー、皆さん、それは皆さんのおかげでってこと。そう。すごい。コンティニューコインがなんか5個とかでなんか延長できるみたいな感じで。で今79あるのよ。すごい。だからそれがあれば黙ってても延長してくれる。もうちょっとだけ続くんじゃ。じゃあ今俺が3人に聞くから、もうちょっとやりますかやりませんかどっちですかって言って3人がやるって言ったら俺がやる。えだってやりますかやりませんか、やる
やるーやるあ、すごいすごいリバーブかかったすごいあ、いいねいいねいいね素敵素敵よはい、延長しました延長だありがとうございます来たよありがとうございます、うん、すごい、皆さんのおかげで、うん、おかげだね皆さんのおかげですだね、これまさにもうないよもうないよ、ね、でもこんなことないよ、だってもうこれ新記録なんだから 30分までいかなかったのがもう1時間でやってんだからそうだよ、ね、さっきは1分で、ね、1分で喜んでたのにねえ、本当だよ1分配信できて喜んだ積み重ねっていうのはね、やっぱ怖いね、うん、形になるもんだね、やっぱり形になるもんだね夢は叶う、そう言いたいものえ、ブイニャスさんがいたってよそう、どこにブイニャスさんブイニャスブイニャスどこブイニャスさんが見てくれてんのやったブイニャスブイニャス来てくれてるらしいイマスニャって書いてあるあすごいほんとだブイニャスやったブイニャス ありがとうございますすいませんいやあお茶がいっぱいブイニャスさんお茶がすごいありがとうわーすごいありがとうございますブイニャスすごいんだから何でも楽器できるんだからそうなのそうだよドラムも叩けるしすごベースもギターもいけるしガチャピンみたいな感じガチャピンみたいな感じかなあ音楽版ガチャピンかな何でもできるガチャピンみたいな感じそう2回言ったねあいつすごいんだからあ、そう、DM 読みましょう。そう、続きね。続きやろう。何やってたか全然わからなくなっちゃった、今。ブイニャス。もうブイニャスさんになってた。ブイニャスさん、ちょっとね、なんか絡みましょうね。こんな風にこうメンバーでこう喋るっていうのも久々だから、なんか変なテンションだね。メンバーとも会ってないわけよ。会ってないもの。いや、メンバーでこうやって喋るのもなかなかだもんね。うん、その話をしてんだ。うん。全く同じこと言います。こういうところだよね。そうだね。こういうところだもん。そしたら、質問読むさ、うん。うん。あ、もう読むんだね。うん。読もう。行こう。読むんだね。うん、読もう。うん。読もうよ。そこはもう。ちゃんとそこは言ってもらわないと。うちのチビちゃん、チビちゃんとチビちゃんに、自粛中に見せた方がいい。とうとう2だよ。全然違うもん。チビちゃんとチビちゃんに、うちのチビちゃんに。自粛中に見せた方がいいおすすめのライブ、DVD かブルーレイ教えてください。どれがおすすめですか。これじゃあ皆さんに聞きましょう。夏木さんのおすすめは何でしょう。なんだろう。意外と。ちびちゃんだよ。いくつかわかんないけど。ちびちゃんか。じゃあ5、6歳と仮定しようよ。あ、6、7歳と仮定しようよ。6、7歳。小学生低学年にしようか。人の子ね。うん。うんうん。アックスとか面白いんじゃない？アックスね。なんか色が衣装は多いから。それどういうこと？ちょっと待って。なんか色が面白いんじゃない？子供は青が好きなのかな。なるほどね。まあ、確かに。なるほどね。北のブルー的な感じね。アクサちょっと、アクサちょっとあのクロノスのパッケージもちょっと絵本みたいな感じでね。うん。子供好みだかもしれないね。そうだね。で、ゆうちゃん。なるほど。ゆうちゃんは？これさ、まだ全部サトコン作品って手に入るのかな？入るよ。知らないものもあるんじゃない？俺んちには全部あるよ。バルちゃんちに行けばある？うん、俺んちにあれば手に入る。なるほど。やっぱね、おちびちゃんなんでしょ、うん、おちびちゃんね、はじめ音楽の前にね、やっぱね、解散 DVD のね、やっぱおショットを見るっていうのが一番いいかもしれないね。ああ、確かに。このなんだか面白いそうな、ギャラギャラ笑ってるあんちゃんだったらなんだろうってところからのギャップのね、
なんかかっこいいライブをね、こうビビッと見せてくれてるんじゃない、うんうん、音楽じゃないとこから入ってそうこのおじさんたち音楽もできるんだぞっていう、そうそうそう、違ったアプローチだね。で、DJL で検索したら一番最初に銀刺しが出てきてこの人たちは何の人だろうって思う YouTuber かなって感じのやつねそう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 、うん、そしたら音楽かっこいいじゃないっていうね、うんうん、いいんじゃないそれも。なるほど、うん、アイさんはどうですか。もうだから VHS のあのトラストですねVHS か、やっぱ VHS っていうものが世界を席巻してた時代があるっていうのはやっぱりそこ、確かに、もうだってチビちゃんはもうきっと VHS を知らないから今。何ですかこれっていうとこからだよねまずは。そうよ、今だからサブスクだなんだってみんなネットで見ちゃうけどさ、VHS の塊をさ、そうだね、ちゃんとこう突っ込んでさ、そっから巻き戻すところから始めてさ、そうね、再生をしてさ、やっと見れるんだから。そうだね。ありがたみが違うねやっぱね。ありがたみが違うわけや、もう指先一つっていうのはね、よくないよ。よくないね。ビデオデッキを買ってね。VHS をあそこに突っ込むあのワクワク感をね、やっぱりおちびちゃんには感じさせてあげなきゃダメなんじゃないかな。それ大事だよね。そこが大事だね。あんなプラスチックの塊持つことある？みんな。いや今のハードディスクの方がちっちゃいね。そうです。本当に。ハードディスクの方がちっちゃいの今、うん、へえ、そうだよね。じゃあ次の質問です。うーん、パート別チェンジならどのパートをどの曲でやりたいですか。なるほど、そうか、ある何かパートはないの。もうねないですね。えボーカル一択？うん。そんなやっぱ、ね、歌が好きなんだね。楽器っていうのはやっぱりあんまりないよね。どうしてもやりたいっていうのは。オカリナとか吹いてみたいけどね。オカリナはね、あの、ゆうきくんがむちゃくちゃうまいんだよ。ゆうきくん、オカリナもうまいし、縦笛もうまいし、あ、縦笛っていうか、リコーダー？学校でやったようなやつ。そう。へえ、すごいな。オカリナ普通にライブで吹くしね。すごい。俺もなんか笛持ってるよ。なんか笛。なんか笛持ってる。うん。それホイッスルじゃなくて、ピピピってじゃなくて。なんか笛だな、それも確かにな。でもあれだ、ね、レコーディングスタジオさ、我々が行ってた山梨のスタジオにはものすごい忍笛とかいろいろあったんだよね、うんうん、あ、忍笛だ。忍笛いいんじゃない。でもあるある、あれよ、あの哀愁メランコリアはそのね、忍笛そこで吹いてもらってるからね、ピーヒョロローだよね、うん、やっぱあのなんか笛を吹く体欲っていうのはあるよね、常に笛を吹きたい欲だうん、なんか笛をもうパッとなんかポケットから出して、なんか川っぺりで来たいみたいな欲はある。川っぺりだ。風情に近いでもね。そう。川っぺりだね。それがパートチェンジでできるかっつったら、まあちょっとわかんないけども。笛が聞こえるパートがないから。笛がこうバンと出てくる楽曲がない。難しいからね。うん。だから常に持ち歩きたいなとは思って買ったことはあるよ。形からね。うん。あ、いいね。そう、流的ね、よく知ってるね、流的とかね、ああいうのいいんです。うん、流的ね。ああ、和楽器のね、昔のうん、あれか、能、ね、とかで使うやつ。そうそうそう、神事とかで使うね。なるほどね。流的とか好きなんです。はい、流的いい。どうですか皆さんは。私はむしろ逆で、うん、ドラム。逆てか見たまんまだよね。そうなのよ。ゆうちゃんなんか行くなら、うん、でもドラムやったんじゃん、この前なんかライブで。こないだやったよ。なんでやってんだな、お前。そう、こないだね。ガチャピンじゃねえか。ガチャピンに入れる体型じゃないけどね。そうなのよ。あれ、もうドラムってさ、本当にさ、その、なんだろうな、
やっぱり自分が弾いてたりプレイしてるフォームを確認するってすごい大事だなと思ったのはさ、普通にドラマっぽくさ、俺も体でかいから座って普通に叩いてるとドラム叩けてるんだろうなと思ったけど、絵を見るとさ、映像を見るとさ、すっごいちっちゃくこう手だけ動いてるの。そう、体使ってないからすっごい腕が上がんなくなって筋肉痛になって。そうだよね。そう、あれやっぱ楽器ってね、大変。うわ、バルちゃんすごい、バルちゃんすごい、風力発電すごい。そう言うなよ、そう言ってやんなよ、風力発電にしか見えないからもうそう、ドラムはちょっとやりたいね、ちゃんとちゃんとね、あのドラムセット買おうかなと思ったぐらい。ちょっとえ、V ドラムっていう電子ドラム、あ、 V ドラム、 あれ欲しいよね。俺もね、あれは欲しい。あれ欲しいでしょ、うん、スッとさ、やりたいときにポケットからスッと出してドラムさ、スッと出して川ペリでやりたい。そう、荒川でそれ。うん、荒川でやりたいな、ね、うん、マジでいいね。なるほどね、うん、すごい落としたよ、すごい落としたよ、カキーンって。夏希はこれはね、なんだろう、ボーカル以外なら別に何でもいいかな。ボーカルだけは嫌なんだね、うん、あんまり得意じゃない。てか夏希一通り何でもできるもんね今。いや、できるね、ちょっとだけならできる。うん、それがすごいよ。だってコトも弾いてたもんね、夏希。ああ、なんだっけ、そっか、何の曲だっけ、あの奇跡の花。あ、そうだ、奇跡の花で、奇跡の花で夏希が生で弾いてますからね。お、俺のネット上ではバルちゃんが今黒いよ。あれ、これ映像来てんの？落ちた？いや、大丈夫、うん、大丈夫。更新、更新、コントロール R とか。あ、はい。あ、本当だ、大丈夫だ。よかった、よかった、よかった、大丈夫。よかった、よかったよ。うん。バルちゃん何かあんの？そうね、僕はね。やっぱりね、さすらいのスナフキンかな。スナックスナック、スナック系おー、いいね、アコギじゃん。あ、いい、いいね、あ、いいじゃん、アコギ。なんかこうライン越しに行くとなんか流しみたいな感じがするね。こう音がジャリッとして、うん、昔流しのおじさんの歌を聴きながらバルちゃんとお酒飲んだな。なんだっけ、大阪だっけ、どっか、それね、北海道、札幌、北海道流しね、うん、あの歌次の日は覚えてたんだけどな。覚えてたよ、次の日。そういうのも何もさ、その流しのおじさんがさ、お店に入ってきてさ、歌ってくれてさ、うん、すごいなんか俺たちも楽しくなって、うわーってなって、その人の曲を覚えて一緒に歌ったからね。ねそう、歌詞をなんか先行してこう教えてくれるの。そう。みんな揃って、みんな揃って、丘に行こう、丘に行こう、なんかそんな感じで、スタッフさん、みんなで歌ったの。あのさ、覚えやすい歌ならいいけどさ、うん、俺あの一番ちょっとさ、うん、これなんだよって思ったのがさ、うん、あのメイクのさ、伊藤ちゃんの結婚式でさ、うん、途中でさそんな話するんだね。なんか、うん、すごいなんか歌と踊り教えてきたじゃん、途中でお色直しの時にさ、すっごい聞いたこともない歌と踊りをさ教えてきたと思ったらさ、教えてきたって、うん、で、ほんでお色直しが終わってきてすぐやればさ、まだかろうじてちょこっとくらい覚えてんのにさ、しばらく寝かしといたじゃん、あれしばらく寝かしてもう最後の最後にさ、覚えてますよねみたいな感じで、もう完全に忘れきってできった後に急にやりだしてさ、ほんでなんかみんなうわーってもうキャラクターがバンバン入ってきてさ、やってみましょうつって、そう、ほんでさ、もううわー盛り上がってさ、しゅんちゃんがさ、タイミング悪くトイレ行ってさ、
みんなもうぶち上がってんのにさ、もうしゅんちゃん、うわこういう時いないの、やっぱしゅんちゃんってほんとタイミング悪い男だよねって言ってさ、わーっていろんな、いろんなキャラが出てきてさ、もう、そう、勢ぞろいで出てきてさ、ほんとさ、そのバーンって光の演出がバーンってなってさ、入り口にさ、バーンってさ、注目がいったじゃない、注目いったね、ね、その時バーンって出てきたのがトイレから帰ってきたシュンだったじゃん、シュンちゃんだったからね。そうでしょうっていう感じで、ね、4つぐらいのあそこでから出てくるとはね、だ止めてあげればいいのに、シュンちゃん来た、シュンちゃん来た、大ボス出てくるのかと思ったらさ、大シュンちゃんが出てきたんでバーンって、もう大シュンちゃんがバーンって出てきた、もういやいやいやっつって椅子から起こしてもらったもんな俺。本当だよ、本当だよ、ね、いやあれは面白かったな、あんなことあんだね、あんなことあんね、やっぱりすごいよな、しゅんちゃんのあのタイミングというかね、うん、持ってるよな、ずるい、俺それ欲しいもん。言うのはね、やっぱりね、ねえ、あれはできないよ、なかなか奇跡、ね、タイミングでバーンドを上げてね、しゅんちゃんキャラクターを先導してんのがもうね、ミッキーの前に、えらいもんで、なんかすいませんみたいなもないしな、ずっとこうそうそうじゃん、そうなの、あーなんか後ろいたのぐらいの感じのさ、大物やで、あれは、いやいいね、いいな、すごいね、あれがいいのよ、確かにね、ほんとね、面白いね、はい、次の質問です、はい、長い。ちょっと待って、質問1個が長い、長いよ、だってちょっと待って、あのね、先は長いよ、あと10個以上あるからね、もうパッパパッパ買って買って、いやもう全部は答えられないよね、さすがに10個は、じゃあそうだ、ね、じゃあ今からテンポよく俺がどうですか、うん、なんとかです、はい次ですっていくから、もうそのすごいこのリズムに乗っていこう、リズム&ルールがよくわかんない、ルールがどういうの、ルールがえすごい難しい、ルール難しいな、ちょっと待って、みんな分かったルール今のどうリズムだよ、どうですかって言ったら、こうですよ、そうですよ、なんとかです、なんとかです、で、あうな、うん、俺がなるほどね、次の人って言うから、そしたら次の人もなんとかです。ですっていう。そうですか。ありがとねで終わるよ。なで終わるんだ。そうね。っていうこのコール&レスポンスね。いいね。コール&レスポンスなんだ。うん。それは早いよ。でしょ？なるほどなるほど。いろいろ考えるね。じゃあ行くよ。行くよ。うんうん。夏希くんがライブ中にジュエリーからされて嬉しい、テンション上がると感じる瞬間はどんな時ですか？いくよ、はい、どうですか？そうですねそうですね、うん、俺のイメージしてたのにルールと違った、どういうことじゃないの、どういうことじゃないの、ちょっと待って、ちょっと待って、ハヤトの想像してたのはどんな感じ、逆に聞きたい、俺、うん、ここで今答えてどうですかって言うんじゃないの、え、答えてから俺がどうですかって言ったらどうなの、うん、もうどうにもならないんじゃないかなそうなっちゃったら、そっかもうそこまでいっちゃったらもうどうにもならないですね、どうにもならない、うん、なるほどね、うんうんうん、パルプンテだわパルプンテか、うん、パルプンテ今ね、今すごいね、うん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 、同じ地球にいるとは思えない、うん、質問なんだっけ、質問ね、夏希だから、テンションが上がる、フロー、それは、うんうんうん、もう大きい声で大暴れしてればテンション上がりますよ、ですって、うん、ほど、 いいじゃない、なるほど、でかい声で、ね、こんなルール必要なかったね、なかったね、うん、誰だよこんなルール作ったの誰だ誰だこん
なことしたのは散らかして。今タイミング的に質問が夏木ピンポイントだったからさ、うん、ねえ、うん、じゃあ一人だ、分かった、全員に聞かない、これからは一つ一つ一つ一問一つ一つ一問だ、一つ一つ質問、一つ一つ一メンバーでいくわ、一人一つ質問ね、うん、それ、それそれ、うんうんうん、いくよ、一つ一問、じゃあもう俺が指名するから、お自宅で自粛室、沈んでたな自宅、沈んでたな、自宅でトレーニングとはしてますが、ハヤトさん、はい、トレーニングしてる、うん、してる、何してんの、今は別にもう普通ですよ、筋トレ、犬の散歩して、犬の散歩トレーニング、そうですね、犬の散歩は相変わらず行ってますけど、まあいつもよりかは時間があるので少しこう遠くに行ったりとか、だけどまさかちょっとそのなんかちょっと雲がかかってこない、もしかしてもうめちゃくちゃマッチョになってるってことないの、松本一太さんみたいにやることないからね、やることないからめちゃくちゃマッチョになってる可能性あるじゃん、ハヤト、ありますありますあります、でもさ、ジムとか行ってね、コンディションこう作る人だったらちょっときついよね、だからやっぱり自宅でできるというかコンパクトなスペースでもできることをやっぱりやった方がいいと思いますよね、うんうん、そうだよね、うん、そう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 、まあなんかいいんじゃないですか、そんなにゆっくり過ごせば、まあね、そうだね、うん、あんまり筋トレすると免疫力下がっちゃうっていう話がありますからね、そうね、やっぱりね、なんかしなきゃいけないってすごい思いすぎなのかもしれない、確かに、そう確かに、だからまあね、自分の人生を振り返るいい時間かもしれないですよ、確かに、そうだね、そしてこれからどうして生きていきたいんだってことを考えるいい時間なのかもしれないですよ、確かに、何かしなきゃいけないじゃなくて何かしたいかって考えた方がいいかもしれないですね、あ確かに、そうトレーニングとかもいつも思うんだけど、目的があってこういうことをしたいからこういうトレーニングをしようって決めた方がなんか建設的だし楽しい気がするんだけど、なんかしなきゃいけないから腕立てしなきゃいけない100回やらなきゃいけないと思うと結構きついかもしれないですよね、そうだね、考え方だね、そうなんかその達成するための手段だから、うんうんうん、なんかこうどうやったら楽しくその目的地まで行けるのかなっていうものの中にそういうトレーニングがあったりなんかねそう勉強があったりとかそういうことじゃないですかね、うんうん、本当いいことだけは言うねんな、いいこと言うよね、ブラボー、いいこと言うよ、あばブラボーって言ったの、バカボーンって聞こえたよ、バボーン、バボーンって、バボーンって聞こえたよ、怒られたのかと思った、同じようなさっき話した中で出たような会話の質問はちょっと省略しますね、もう、はい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 、そうですね、あすごいありがとうございます、なんかいろいろ拍手、これ拍手もお金なんですか、拍手もお金なんですか、これは、あ拍手、あの拍手、あのフリー拍手はもう単なる拍手なんですね、フリーハグです、ありがとうございます、あでもこれ今の今お茶が落ちてきた、これはお茶です、ありがとうございます、あすごいありがとうございます、あなんかあすいません、いいこと言うとお金が来るんですねそうですね、いいこととかいろいろだよ、あのじゃあ質問ですはい、今彼氏とデートができないので電話をするのですが電話が苦手です、うん、普段は私が9割喋ってますが仕事の愚痴がほとんどです、仕事も1ヶ月休みなので何を話したらいいでしょうか、うん、ゆうちゃん、俺だ、うん、まあ、今ね、今ね、LINE が来たみたいでね、ピッポポン、ピポポン、ピポポンって言って出てきました、
もうお前じゃなくていいわ。これのバルちゃんどうなの、バルちゃん。バルちゃんか。ああね。これ LINE 来るじゃ聞こえなくなっちゃうね。ボコンボコンって。普段は、いや、だからね。電話が苦手なんだね。電話が苦手。だから、話題がどうしてもこう、ね、大変だなっていう話になっちゃうってことなんじゃないですか。まあ、電話はしなきゃいいんじゃないじゃん。あれですか、だから、電書バトとか、そっち系ですか。そうそうそう。電話なんてね、あんまりしないで会った時にその募る話を貯めておくっていうのがいいんじゃないかな。なるほど。そう、で次会うまでは、うん、貯めとくと。そう、面白い話は取っといて会った時にたくさん喋ったらいいじゃない。俺もそう思うな。うん、電話ってなんか相手の顔見れないし、ね、電話じゃもったいないみたいなね。そうそうそう。で俺もなんかすごい面白い話があってメンバーに話したいなって思うけど、いや今はまだこれ温めとこう、次会ったら喋ろうみたいな。あ、ちょっとそうやってネタ貯めとくんよ。わかるわ。本当だ、今すぐ LINE でも打って、え、こんなことあったけど、いやいやいやって言いたいんだけど我慢して貯めとく。ちょっと熟成させるよね。うん、うんうんうん。だからやっぱ何でもかんでもね、電話よくねルールを決めて毎晩電話しなきゃみたいなカップルさんもいると思うんですけども、うん、それやっちゃうと本当に会った時にね話すこと長っちゃうんですよ。うん、うん、だからその、そうね、なんつうんだろうな、もうあんまそういうね決め事はねカップルの間にしないでおいた方がいいと思うし、本当に声が聞きたい時だけちょっと2分。なるほどね。それでいいと思う。うんうん、うん、そうだね、うん、ちょうどいいね、ちょうどいい。解決した ね、 ね、ありがとう。でも本当手紙とかいいと思いますよ。あ、手紙とかいいね、逆に。あ、手紙いいじゃない、ね、俺ねこの前も自分のあれで話したんですけど、うん、このタイミングにポケベルとかあったらまた面白かったんじゃないかな。なるほどね。うん、ポケベルの制限された限られた文字数の中カチ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 って打ち込むやり取り。そうね、うん、ほんとそうだわ。あ、これもうすぐ終わるんじゃない。あーあーあー、もうオーマイゴッドや、これこんな早い、すごい早い、早いんです。早いね、あっという間だね。だってさ、うん、俺ら番組やった時に質問とか来てもさ、すげえ長いからほんと2個ぐらいで終わるじゃん。その感じをさ、もう全然時間気にせずやってる感じだから、すごいね。いいね。配信って怖いね。怖いね。解決してくね、どんどん。すみません、多いわ。何何何。今日は。あ、ね、しちゃったのよ。歌い始めるのかと思った俺今。違う。いやー。親子でデュエット聞けるかなと思った今。いや、それいいね。違う？俺は見たい。さすがに、うん、もうそろそろ終わるか。もうね。ちょっとね、銀刺しもいつも ね、いつも銀刺し90分だったからね。ああ。そうだね。だってもう、だって最初の45分から合わせたら足掛け2時間半やってる。あれは合わすかい？2時間10分やもん。すごいよ、2時間10分だよ。 あのドタバタコメディを入れたらね。でもライブ配信は40回やってんだからもう。40回やってんだからさ、うん、またやりましょうよ、じゃあね。あ、やりたい、ね、メンバー的にあり、メンバー的にありだし、うん、バルちゃん、あれだもんね、うん、なんか言うことあるんだもんね。あるあるのあるよね、うん、うん、でももうね、ここで言うことじゃないか、ここで言うとこよ、言うだけ言うとこよ。ああ、言うのはただだし、うん、あ、もう時間ないわ、時間ないから。じゃあ、うん、もう時間ないわ、時間ないね。ああ、またじゃあやろう。これさ、いつも思うんだけどさ、もうあと20秒とかでしょ。
うん、なんかこれちょっと延長する、ちょっと延長してさ15分ぐらいで終わってもいいの、これなんでみんな30分にこだわるの、そのギリギリのとこに。なんかもったいない、ちょっとだけ、あ、じゃあちょっとだけ、ちょっとだけ延長しようか、ちょっとだけしましょう、うん、忘れてたから忘れてたからね、もう延長しちゃったし、うん、なんだかんだで延長したね。みんなだってもう、フロリダしたいでしょ、フロリダね、知ってるフロリダって、ね、ちょっと待って、ゆうちゃん言わないで、ハヤトとナツキはフロリダ知ってる、フロリダ、うん、もちろん知ってるよ。ナツキはハヤトやっぱり知ってる、えフロリダ知ってる、フロリダしたい、何それ分かんない、ハヤトは知ってんの、本当に知ってんの、フロリダ知ってる、じゃあ、ちょっとハヤト答えてね、フロリダでしょ、うん、フロリダしようよ、だから一回しようフロリダしたいっていうのは どういうことなの、一回やった方がいいかなっていう気はしてた、フロリダ今だから言うけど、フロリダはそろそろかなと思ってた、そうだ、ね、時間的にもそうだよね、ハヤト時間的にもそうだし、まあいろんな要素で場所的にも、じゃあハヤトからフロリダしてきていいようん、いい、うん、俺がするってこと、ハヤト、ハヤトからフロリダ、俺は、あ、分かった、俺分かった、ナツキは分かったって、うお、生活、何何、お、ジャンル一部みたいな感じ、そうだね、フロリダ、フロリダスペース何、ユウヤはあんまり、ちょっと待って、ハヤトググろうとしてるね、フロリダスペース何、スペース何、スペース何でググるじゃないのフロリダのおすすめ観光スポットが出てくる、そりゃそうだわでもスペース ワニとかなんかいろいろ出てくる、昔さ俺とハヤトとさあの、うん、マネージャーで3人でフロリダ行ったよね、行ったよ、うん、プロモーションでね、そう言った、3人でフロリダ、うん、オーランドに行きましたよ、うん、すごい、もう空港からディズニーだったね、空港からすごかったね、うん、あそこは今どうなってんだろうね、フロリダ行きたいな、もうアミューズメントで成り立ってる地域っていう雰囲気しかなかったよね、なかったね、うーん、それをもう目的としていくって感じだよね、うん、そうだね、うん、うん、ね、閉鎖されてるだろうから大変だと思うけどね、雰囲気もね、ちょっとね、大変だよ、フロリダね、オッケー、もう次の話行こう本当のフロリダの話で盛り上がるから本当の方の知りませんもんこんな言われても、まあ、あの今日は本当だったら、あのナルシスでライブだった日だったじゃないですか、うん、うん、で、ね、できなかったから配信ライブしようかなっていう話もしたじゃないですか、うん、でもなんかちょっとなんとかダウン、なんだっけロックダウン、ロックダウンするかもみたいな情報がその時あったから、これ配信手配してロックダウンしてしまったらさらにいろいろ大変だねってことで銀刺しにしたわけじゃないですか、うんうんうん、でも銀刺しすらできなくて、ね、そうそう、ラバナルシスから、ライブ配信をしようと、そう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 、ね、そう、うん、そうね、実際に演奏してね、そうで、なんだかんだ、まあ、銀刺しもできなくなってしまって、うん、なんか我々にできることはないか、自宅でできることはないかっていうことをまあ探してちょっと思いついたことを、まあ、うん、今結構ねいろんなアーティストさんがもうすでにやられているのは僕あのもうやれてるんですけども、結構この案自体はすごい割と前というか、ま、早く思いついて、うん、ね、うんうん、なんかやってみようよって メンバーに提案して、でようやくできたんだよね、うん、そうだね、そう、まあ、何ができたかっていうと、もう先に言いますけども、おのおのがじ、え、何？
言っていいかい、言って聞きたいかな、みんな聞きたいのかな、言って聞きたいかい。すごいよ、もう東京ドームよ、すごいな。後ろ聞きたいかい。後ろ聞きたいかい。2階席も聞きたいかい。上手、下手、真ん中、いけるかい。すごい、コメントが止まらないよ。ねえ。重くそ上手さして下手言うとったけどな。そういうとこあるから。ほんで、やっとんねんって話や。ほんでね、何でしたっけ、僕たちが、おのおのが自宅でね、自分で弾いて、自分らの DLJ の曲を弾いて、動画をこうミックスした、ステイホームセッションっていうのをやったんですよ。うん。すごい。そう。これがね、すごいいい出来になって。すごい。これ、結構みんなにね、俺が割と早い段階に発案したにもかかわらず、俺のドラムから始まるのにドラムを全然取らないっていうね、俺のせいですごい早かったよね。いや、俺が取ってからみんな早かったよ。だからすいません、待たして、ね、で俺化粧してないとダメだっつって化粧した日に取ったんだけど、結局後ろからが、俺その時にね、自分の配信の日にね、どこの角度が一番いいかを聞いたのよ、ドラムって見たいのかっていうのね、もう正面は 見飽きってるじゃん、きっと。だから飽きちゃダメだけどね。そう飽きちゃうけど。でね、結果ね、後ろ斜め上からだから、顔は全然映ってなかったから、別に化粧してなくてもよかったっていう。とりあえず今回は1カメでバチッと押さえて、で今回曲目はですね、DLJ の JJJ といえば、アゲインスト、そう、アゲインストです。アゲインストを、確かに明るい曲で、でアゲインストをもう本当動機なし、一切なし、もう演奏、そう、演奏だけ。で、なんとしゅんちゃんもギター弾いてます。弾いてます、しゅんちゃん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 、バチバチ叩いてる、バチバチ叩いてる、いいね、しゅんちゃん、殴るな。まあね、ハヤト以外はね、お茶はすごい、お茶がすごい、お茶がすごい、お茶の嵐です。すげえな、すごい、すごい、見えなくなっちゃう、すごいね、なんなのこのすごいね、ありがとうございます。で、まあハヤト以外ね、顔は見切れちゃってるんですけども、すごいライブ感のあるね、セッション動画ができたので、いいね、うん。そうね。どうしたの？どうしたの？あやと何笑ったの？もうね、ゆうちゃんに本当物申したいなと思って、こんなごめんね、なんか。あ、いいよいいよ。なんか冷たい雰囲気なのさ。どうしたの？本当ごめんね。いいよいいよ。なんかもう定点カメラでね、うん、みんなのその作業スペースで要は撮るわけだけどさ、うんうんうん、やっぱりね、バルちゃんは。ドラムのこのね、動きも見えながら、うん、顔もなんとなくこうちょっとこうちら見えで見えながらね、うん、バルちゃん送ってくれて、うん、ああそっか、こういう感じなんだ、こういう雰囲気なんだ、やったことないから分かんなかったけど、そっかと思って、うん、僕は真正面のカメラで、もうライブ感が大事なんだなと思って、うんうん、ライブっぽい感じで、うん、もう見てくれてるその感覚のまんま、こう楽しんでもらえるようにちょっと考えたわけよ。ああ、確かにハヤトがそれを意識してたね、すごい。そうだね。うん、先導してるもんね、こう。うん、そうそうそう。そうでしょ。だからもう疑似ライブみたいな感じなんだなと思ったわけよ。うん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 。
ゆうちゃんの送られてきた映像を見ても愕然としてさ。なんでもうすっごい上手に顔見えない感じになってる。じゃあ俺だよ。あれすごいでしょ。いや俺もね。もうパンチラみたいな感じだよね。もうチラッと見、もうって感じだよね。結構ちゃんと動いてたけど顔だけギリギリ見、俺五テイクぐらい撮ったからあれ。すごい上手にさ。インターバルじゃんあれ。見た。すげえノリがいいのよ。うん。結構動いてんじゃね。動きがあってかっこいいのよ。うん。顔は見せない。顔は見えないのよ。いや上手だよね、ある意味。ギリギリ顔見えないとこでやってんでしょ。うん、ギリギリ顔見えないとこをもう把握してたってことでしょ。そう、もう把握しながら、もうカメラずっと見ながら、大変だったよ。すごいよな。いや俺さ、いつも変な服着てさ、ゲーム配信してんのにさ、顔4時間もさテカテカにしてさ、ふざけてんときふざけてんときさ、デュエルシールでそれさ俺がさ、うん、あの顔出したらさ、デュエルシールに傷がつくじゃない。やめなさい、そんなことよ。そんなことよ、やめなさいよ。あれはダメなんだね。あの状態だとちょっとこうやっぱりカッコつけないとダメなんだね。そうなの、デュエルシールってなるとやっぱね、マイナスプロモーションは控えたいね、これもうね。ないんだよ。散々やってるじゃんもう。いやちょっとね、いろいろ頑張ったね。なるほどね。まあ初回にしてはでもすごいいい感じよね。いやだからね、いい初めてであんなによくできたから、なんかまた違う作品もまあできたらいいなとはちょっと思ったりもしてるよね。うんうんうん。そうね、まあ皆さんが喜んでくれるのであれば、まあみんながね喜んでね、あれくれるならまたやるし。そうだね、うん、それはライブ感がね、あるのがいいよね、うん、そうだね、そうね、うん、そうだから、その音源のアゲンストとも違うし、ライブで見てるアゲンストとも違う、また新しいアゲンストができたなって思ってるかな。うん、よくああいうふうに合うもんだね、音がね。ねえ、面白いね、ライブ。そうか、そうよね、うん、面白いもんだね。そうそう、でこの映像を本当は僕はもう、じゃあ今からご覧くださいどうぞって流したくて、なんかいろいろ駆使してやったら30秒に1回落ちるかっていう PC のトラブルでダメになっちゃったのよ。だから俺は本当はツイキャス上で見したかったんだけど、ツイキャス上で見れさせない、見せされない。だから終わって俺がなんか パソコンとかで見せる、液晶で難しいか。あ、やってみようか。直でこうって見てもらったんじゃないの、この時間まで。確かに、ちょっと待ってね、でその後アップすればいいもんね。それはありだな。これちょっとみんなと同じタイミングで見たいよね。そうだね、一緒に見たいね。まるちゃんが編集頑張ってくれたのよ。いやー、まるちゃんも試行錯誤してくれてるね。ちょっと待ってね、ね、後でみんなにね、ちゃんと手元に行くようにできるんでしょうけど、もうツイッター、まあ YouTube、あのオフィシャル YouTube に上げて、うんうんうん、ほんで、まあツイッターでもはあれしてみようかなと思ってるけど。ああ、すごい、うん、まあね、本物のライブってわけにはいかないけどね、今できることは。そうなんだね、これぐらいなもんだけどね。そうなんだね。なかなか動機なしってさ、今までジュエルジェルの楽曲でやっぱりシンセが鳴ってた分さ、いろいろあれ、あ、なんかあれライブ感というあれではあれだったけどさ、動機ないのもまた新鮮でいいね。まあそうだよね。ね、やっぱバンドの原点というかさ、生で合わせてる感じが。そうだね。まあ本当にもう一発撮りのその感じだからね。そうそう、すぐこだわりたくなるんだけどさ、でもああいうのもいいんじゃないですかね。いいですね。バッと撮ってバッと合わせて、うん、ね、それが結果ああいうふうになんていうの、グルーヴが出てるっていうのがすごい面白いよね。そうだね。ねえ、この感じで。ああ、すごい、すごいすごい、めっちゃ指紋ついてるやん。やめたで、指紋の話はやめたで。そこ持つのね、ほんで、そこ持つんだもんね。かわいい、かわいいよ、画面を持つんだもん。
いやなんかバットみたいにペッペッてやらなくてよかったよね。そうだね。だってこれお里が知れるもんね。はい。ちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね。うん。これでざっくり吹いたんだね。ちょっと待ってね。ざっくり吹いたんだよ、ね。これは。俺の、うん、俺をかっこよく映すライトがものすごい反射しちゃうから。あ、なるほどね。一回それを切って。一回切ってもらっていいですか。で、ほら、あ、もうだいぶちょっと待って。かっこよく映すライトがものすごい出ちゃって逆に嫌だな。かっこよすライト。空物がもうなくなってもらうかっこよすライト蛍光灯みたいに見えたよ。なにそれ、なにそれ、なんなの。いやこれもうみんなかっこよすライトはみんな使ってんだけどさ、かっこよすライトっていうのすごいね。かっこよすライト、あ、花歌の MV の時に撮ったような使ったようなやつだ。そう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 、でも配信マストアイテムなんだけどさそうなんや、かっこよすライトいいな。ただかっこよすライトをね、こう映すのは逆に恥ずかしいのよ。便座が映ったみたいな。そう。便座映っちゃった。ちょっと待って、俺のね、いろんなあれが見えちゃうな、これ。ああ、そっか。反射して。確かに、いろんなあれが見えちゃうね、これ。ちょっと恥ずかしいんだな、俺の。このテーブル上にあるね、ティッシュとかね、ファンデーションとか、全部見えちゃう。そういうことまで考えてなかったわ、うん、やめよう、やめよう。あれさっきでも、うん、さっきバルちゃんのティッシュ見たくないもん俺。バルちゃんさ、うん、ノートパソコンは置いた状態でさ、カメラ伏せてさ、うん、こうノートにつけてからこう引いていけばいいんじゃないの。え、どういうこと。携帯をさ、うん、動かすってこと。携帯まず手で覆って。絵を暗くしたらダメなんですか。だって卓録、ああ部屋暗くするのあるじゃん。確かに。確かに。あ、ちょっと待って。まずこれを切る。まずこれを切る。ね、まずかっこよすライトを切る。うん。部屋をかっこよすライトは切らなあかんよ絶対に。部屋を真っ暗にする。これでどうすんの？これで。これで流す。なんのこれ。これ流したら反射しない？あ、これで話す。よし、じゃあ行くよ。うん。すごいすごい。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ナイスワン。うん。どうなるの？あ、反転してる。反転してるね。反転してる。あと、ちょっと斜めにしたらいいんじゃない？あ、そっかそっか。映りに、また映ってまうんや。あー、すごい。でも、ちょっと見えるみんな。すいませんね。あ、音がない。音がないね。お、音は上がる？まるちゃん。お、いいんじゃない？やってる感はわかるよ、でも。やってる感わかるね。うん。拾わないね、音ね。ねえ。音がね、マックス、なんでこうやってしてんだろうと。あれじゃない？その再生プレイヤーが本体じゃない？そうだね。いやいやいや。そんなことはないな。そんなことない。ああ、でも。でも臨場感伝わるよ、これは。臨場感伝わるよ。いや、これ、ハヤトやっぱイケメンだよね。そうなの。うん、すっぴんでこんなできるっていう。髪もツヤツヤやし。いや、もうこれ部屋でさ、通算、まあ3テイクぐらい撮ったんだけど、うん、納得がいかんと思って。めちゃくちゃ汗かいたね。いや、これこんだけ動いてたらなるね。ライブっていいなと思った。いや、ほんとそうだね。左上しゅんちゃんだね。左上しゅんちゃんだね。今ギターソロだね。ペロペロペロ。しゅんちゃん！ギターソロ左上しゅんちゃん。あー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。いいですね。バルちゃんの角度もいいね。分析したら、そうか、ここでタムか。
そう。そうだね。これここで最大瞬間ね。そうよね。ね。今こそマイクを近づけたらいいのではって書いてあるね。あ。ね。あでもこれエコーエコーがすごいのよ。そうだ、ね。東京ドームバージョンになってる。東京ドーム仕様になってるかい。仕様になっちゃうねこれ。そうそう。そういうことか。キャスって面白いね。面白いね。すごいね。聞こえやしみたいな。何も聞こえない。いいね。ああすごい。4年ぶりですか。ぜひ。あね。この騒動が明けたらライブを。そうだね。見に来てください。ねえ、いいね、家にいながら音楽できるじゃん。いやそうなんだよ、うん、こうやってみんなでセッションできるなと思って。すげえよ、これはいいアイデアだったね。いいアイデアだねこれはね、本当に、まあ、俺らがやってて楽しい、ね、しゅんちゃん、ね、しゅんちゃんひよこパーカーだね。そうなんだね、しゅんちゃんひよこパーカー、しゅんちゃん、そうよね。素晴らしい。なんかゆうちゃん見てよ、右上。右上ゆうちゃんね。これはね、もうこんだけ動いても、ね、絶対顔映らないのよ。すごいな。俺の出し損じゃないか、ね。このギター2人最後見て、ギターの2人最後見て。同じ行動すんの。ほら。本当だ。はい、終わりー。はい、終わったー。すごい、すごい、すごかった。以上でーす。素敵よ。素晴らしい。音楽って素敵。すごい。はい。よかった、よかった。よかった？よかった。これね、また。すぐ終わってちょこっとしたらアップするので、それでしっかり音も聞いてもらってね、うん、音もすごく よく取れてますよね。そうそう、もう俺ケンさんに聞いてもらって、どうですかって言ったら、エンジニアのね、うん、そう、もうバッチリだよって言ってくれたんで、あ、本当に、そうそうそう、よかった、いいね、プロが言うんだから、プロが言うんだからね、そう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 、うん、いやいや嬉しいね。ね、ありがとうございます。ね、こういうことで、うんうんうん、ぜひちょっとこの自粛の期間もやれることをやって、そうだね、うん、楽しんでもらいながら、そうだね、ね、なんかまた待ちましょう。そうそう、なんかこんな曲が聴きたいなんつうのもリクエストしてもらったり、それな、そう、そうね、皆さんね、お茶をたくさん、あ、お茶、お茶、お茶、ぜひ、ね、お茶、お茶、あ、お茶がすごい、お茶がすごい、すみません、お茶が積み重なってるよ、ありがとうございます、本当に、もうお茶はいくらあっても、すごい、そして、チカチカ、画面がチカチカしてるわ、すごい、チカチカして、すごい、あ、チカチカ、あ、すみません、ありがとうございます、もうね、ありがとうございます、ね、皆さんのおかげで、助かるね、こんなことも、うん、できてますよ、うん。いやなんかね、でもなんか可能性を感じたよね、すごい、うん、感じた、うん、そうね、これはね、うん、新しいよ、新しいね、62もやりたいな、ああ、いいよ、みんながさ、こう画面でみんな手を挙げるのやりたいね、ちょっとね、みんなの画面を見れないけどやろうよ、俺はやるよ、やろう、これでもさ、ミドルテンポちょっとゆっくりな曲とかも合うと思うよ、例えば、そうだね、いや、うん、俺ね、そんでいろんなアーティストを最近ちょこちょこやりだしての、あ、先越されちゃったんだけどさ、見たら割とみんなやっぱバラード多いんだよね、そうだ、ここまでね、ロックロックしたのやってないんだよ、おマジでマジで、ね、やっぱちょっとアコースティック寄りなのが多いの、みんな、まあそっか、そうだよね、うん、普通に、だから ね、 レトローだよね、こんなガチガチロックやってんのなかなかいないから、レトローズやろう、レトローズやろう、つた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 つって、いやでもなんかいろいろ調整したいですね、うんうん、ね、またポップな曲とかもいいと思うし、あそこもうお茶が鳴り止まないよ、あーすごい、いや鳴り止まないお茶、振り止まない、止まないお茶はないよ、止まないお茶はあるんだね、ねえ
すみません、ありがとうございます。本当にありがとうございます、皆さん。やりましょうね。うん、なんかみんなでね、またいろいろこの期間だからやれること本当考えて、みんなで楽しんでもらうこと考えて、またね、この配信もやろうよね。この遠隔銀刺しやりましょうよ。うんうん、そうね。なんか次はね、ハヤトが司会してもらって大喜利やってもいい。でも大喜利やし、大喜利やめよう、やっぱり僕はね、やっぱり大喜利もいいね。そうだね、うん、じゃあ、じゃあ最後にちょっと一人ずつコメントじゃあしてもらってお別れにしましょうか。はいはい、じゃあ、夏希さんから。はいはい、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。実際やるまでどんな感じかなって思ってたから意外と楽しいなと思ったんで、またやりたいと思います。あ、よかった、うん、また見てほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとう、夏希でした。じゃあ、ハヤトさん、ありがとうございました。なんかね、元気な姿をみんなとってこう見せることができなくて申し訳なかったんですけども、声だけでもね、みんなとこう一つの番組を作れて本当に良かったなと思います。まあ、音楽をね、また、こういった形でもネットを通じてみんなに発信できることが分かったので、何か今できることをちょっとまた探してみんなと楽しい時間が過ごせるように、動いていきたいなと思ってます。今日はありがとうございました。はい、林さんでした。やっちゃー、じゃあ次は僕で、おばあちゃん最後にちょっとどう考えてもじゃあ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、じゃあ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、はい、ゆうちゃん、はい、これから行くよ、うん、もう本当に今こんな大変な時だけど、やっぱりね、何もせずにじっとすることはできるんです。だけど、こうやって動いていろんなことをやって模索していって、こう初めに何かんだつまずいたりしたけど、こういうね、面白いことがだんだんと当たり前のように出てくる、こういうターニングポイントなんじゃないかと思っています。そしてそれに別についていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。頑張っていきましょう、耐えましょう。イエーイ、やったよ。そうですね、はい、本当に、今日はね、僕個人配信してる時して僕がしてるからいろいろ分かるんですけど、ね、延べですけどね、まあ、出たり入ったりもフロリダも含めてですけど、まあ、4448とかね、人になって結構ね、たくさんの人が見に来てくれて、非常に嬉しいです。まあ本当にこうやってね、今しかできないこととか今やれることをメンバーみんなで考えて、いろいろまた本当にね、なんかいろいろみんなに助けられてるなって思うこともたくさんあるので、こうやって恩返しして、でまたライブができる時にはこのね、溜まったものをもう全部吐き出せるぐらいのすげえいいライブにしようと思うので、ぜひぜひ皆さん、その日を楽しみに、また次の放送も楽しみにして、ください。はい、あ、ちょうどなんかすごい、またね、もう3分カウントダウンになってちょうどよかった、すごい、なんだかんだ。というわけで、じゃあまた次回が決まったらすぐアナウンスしますので、ちょっとあの映像も少し5分10分何30分以内に頑張ってあれするので、皆さん今日は5分10分30分だね以内にはあれするので、本当に今日は皆さんありがとうございました。じゃあまた、みんなゆっくり、はい、またね、みんな、バイバーイ、ありがとう。